What's up, Ujima? まず、ゾーン、All My Homies。ヒップホップリプレイです。これ、好評だったね、この企画。爆好評。素晴らしい。ヒップホップリプレイ、継続確定です。はい。これはもう、新恋は。これ、爆沸きしてるゾーンのファンめっちゃ多いと思う。ゾーンのファン多いよね。ゾーンファン多いね。ついに手を出してくれたとかさ、首長くして待ってんのやっと収まったわとか、意味わかんないコメント書いてる人もいたんだけど。首が戻った。戻ってきたって。オールマイホーミーズだから、ちょっと前の動画でモハが触れてたような、触れちゃいけないような人も出てくるんじゃない？まあおそらく私今日何人モザイクが出てくるか、何人出てくるかね何人かはいるでしょ。俺の予想言っていい？何人出るか。4人。4モザ。あとなんだっけ、ウィードを売りつけてくる高橋だっけ高橋も多分出てくるかもしれない。でもどれが高橋か分かんないよね。一体果たして高橋がどれなのか。突っ込むところはちょっと多そうだよね。そういうのを全部突っ込んでいくから。全部突っ込んでいくよ、これはもちろん。間違いなく。こういうチャンネルなんで。平和だったね。平和だね。てっきり69系のさ、ホーミーズが後ろにいっぱいいて、ダルルル系だと思ってたよ。ちょっとのどかな感じから始まったよね。草原思い出したもん、今のビートで。すげえ優しいビートだった。優しかったね。果たして優しいまま終わるのか終わんないのかとか、ポイントは。でもビートいいよね。ビートいい。果たしてこのビートにモザイクのホーミーが合うのか分かんないけど。これ序章かもしんない。これ途中で、ジュージューって始まって。ビートチェンジくる。ビートチェンジくる。秋顔をこじたらタイマー。ドンキのスウェット着たやりまん、親にバレ捨てられたタイマーか。ほら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 はい、180度違ったね。気のせいでした。気のせいだったね。全部気のせいだったね、うん、一瞬でも平和を求めた俺らが悪いわ。そうだね。3分でノックアウトされたら1ダウン食らったわ。でも安心したわ。オールマイフレンズになっちゃうから。それだって。あ、そうそうね、そうね、そう。オールマイホーミーズ。ホーミーズだもんね。そうそうそう。わけあいあい系じゃないから。私の友達たちはじゃないからね。それ俺のたちはね。そう秋顔をこじたらタイマー、ドンキのスウェット着たやりまん、親にバレ捨てられたタイマー、金なくても笑えたみんないた、この街の話、俺たちの話、先も考えずに前よ騒ぎ、マニオママイン、詐欺とかバイリン、バイト探し寄りたちと犯罪、泣かせた彼女、待たせたあの子、財布は空でもサイファーはただ、意味なんかねえけど自信満々で、生きがってた俺らが一番やべえ、全員はいなかった精神し、その時あいつら席禁止、全てが永遠の世で一瞬、バッツの香りがする青春。果たしてこれは新小岩の話をしてんのか、メキシコの話をしてんのか。これカルテルです。カルテル話新小岩だよね。舞台で撮ってるでしょ。だって生まれ育った場所で撮ってるはずだよね。で俺その景色は、俺メキシコじゃないとは思うから、これ見えてる景色がまあ新小岩だよね。新小岩だとは思うんだけどね。ドンキとかメキシコにないもん、ね、ただバッツの香りがする青春って途中のリーク、詐欺とか売人、バイト探しより出しと犯罪おっと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 、全員はいなかった成人式、その時あいつら接見禁止おっと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 、全てが家のようで一瞬、バッツの香りがする青春。破壊力すげえわ、うん、多分新小岩は王国があるんですよ。そこにはあの独自の法律があるんですよ。なるほどね。きっとそういう国なんでしょ。治外法権だから。じゃあパスポート持っていかないとね。あれだバッツの香りがする青春。ビートやばいな。いいね。思い出してたよね、一人一人。ビートすごいな、今の。かっこいいわ。あと、あんまりこう、物事を言いまくらない、サビ、フック。オールマイホーミー、多分全部言ってんだよね。そう、オールマイホーミー。例えば、オールマイホーミー、その一人一人のホーミーズ全員のことを言おうと思っても、エピソードがやばすぎるじゃないですか。で、なんか、多いな、どうしよう、どうしよう。
俺はホミス。俺はホミス。これで一緒。4回。そうそう。って感じだよね、多分ね。制作費はね。そう、エピソード語れないんだと思うよ。うん、もう多すぎて。チャリから飛行機半径が増す、ステージ上がれば歓声がワーク、でもいない横に立ってたやつ、夜中のカンナナ通り続いてた赤ちゃん本舗やララポートに、ヤクザになってくやつだっているし、オナ中のやつはシャブ中に、この街の話俺たちの話、時間ってやつは立ち止まんない、ラジカセで聞いたスヌープトーク、まばらになってくグループトーク、丸くなりノリ悪くなり、それぞれの足並みで歩く街、別に誰も間違っちゃない、ただ大人になっちまったな、おおほら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 、聞いちゃうな、聞いちゃうし、今なんかゾーンの最後のリリックで思ったけど、なんかすげえ愛を感じるよね、ゾーンから、うん、別に誰も間違っちゃいない、ただ大人になっちまったなみたいな、ホーミーズに向けて、はい、青春だったんだよね、だから悪くなり、ノリ悪くなり、いいねー、悪くなり、ノリ悪くなり、いい、それぞれの足並みで歩く街、踏み方気持ちいい、ね、そうそうそう、フローだよね、フローが半端ないわ、フローとリリックとビートって全要素の完成度が高いね、高いね、日本語の使い方うまいわ、時間ってやつは立ち止まんない、ラジカセで聞いたスヌープトーク、まばらになってくグループトーク、丸くなりノリ悪くなり、それぞれの足並みで歩く街、別に誰も間違っちゃない、ただ大人になっちまったな、うん、おほら今度さ、ライブあるから来いよ。おお、マジで成人式やった場所だから。おーマガーおーマガー新小岩のホーミー多分行っちゃったんだよ、行っちゃったやつマジでってなるよね、あの成人式の場所、おーマガーってなっちゃうでしょ、なるリアルなホーミーのリアクションあ、成人式やった場所、わいいね、新小岩文化会館かな、ここは何とか台湾、新小岩ホールかな、なんだろうね、ピタリ賞出す新小岩ホール、いやでも新小岩って葛飾でしょ、葛飾区民ホールだったら会館じゃない、会館か、葛飾区文化会館、ああぽいね、ぽいわ、まあそんなどうでもよくて、そうそうそう、なんかここのさ誰もいないところに一人でこうやってさ座ってこうやってやってるのいいね、今までさ習って使う場所ねえなって思ってたけど、あのシーン今のこの座って成人式の場所こうなってるシーン趣深いです日本語のレベル上げてきてるじゃん、上げてゾーンに合わせた、たまたま使う場所あったわ今、うん、今度ライブあっから来い、成人式やった場所オールマイホームズ映ってます、ね、現れ出したぞ、果たしてモザイク出るか出ないかこれ出なさそうだね、健全ホーミーズかな、健全、まだ健全、いやでも健わかんないよもう何が当てはまるのかわかんないんだけど、まあまあ顔は出せるホーミーズ、顔は出せるホーミーズ少なくともオールマイホームズ
まあでも後ろ姿だよ。いいね、うん、今回はモンサっていうより後ろ姿、うん、いやいやこれ最後のみんな食らうでしょ。そうね、ゾーンってさ勝手にさこっちが共鳴しちゃうよね。ゾーン昔にうん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 ってなる、心持ってかれる系ね、うん、まばらになっていくグループトークっていうのももう刺さるよね。年を取っていく寂しさ、上の世代の人たちはさ俺らより激しくぶち上がってる可能性ある、ね、そうだね、誰も間違ってないとも言ってんだよ。そうね、誰も間違ってないけど大人になっちまったな。素晴らしい、うん、詩人だゾーンは詩人でした。はい、以上です、結論ですということでヒップホップリプレイ、昔のヒップホップで見てほしい音源があったらみんなコメント欄まで、上の高評価もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。